庄司と司がね。ああ、そうですね。いや、なんか嬉しいですね。庄司と司。やっぱ今でもこうやってアギト愛してくれる人たちに、なんか逆に僕は恩返ししたいなと思ってて。はいはい。誰かそのピンクをデザインするのかなそれが自分に降りかかってきたそんな降りかかってきたとか言わないでくださいよどうも、井上雅宏です。最近ですね、僕このピンクのヒーローの企画をやるにあたってすごく大事なことに気づきました。スタッフさんは結構決めてきました。現状キャストが僕一人っていうことで、それはやばいんじゃないかと、ここに今までなぜ気づかなかったのかっていうところで、誰がいい、どんな人がいいか、住人トイレな人が出てもらうとすごくいいなと思うわけ。もちろんそうですね。こういうキャスティングの時って舞台もそうなんですけれども、ある程度ね、脚本が8割ぐらいできた段階で、なんとなくキャスティングしていくんですよ。でキャスティングしてって、またさらにその本を詰めてってって、この作業をね、何回も何回も繰り返すんですよ。田口さんすごい大変な思いしてるんじゃないかな、ってなるとですよ、はい、今いい人がいるんじゃないですか。何これだったら真央さんとだって正反対、まあ引きもあるし、はい、話題性も今ちょっとあるんで、めっちゃいいじゃないかな。まあ、この前仮面ライダー50周年でしたね。今20周年のある作品があります。防衛公式 YouTube。 あロボコン。ロボコンじゃないです。モリモリポップロボコン絶対20周年じゃないでしょ。 B ファイターアカウント。 B ファイターアカウントは違う。わあ、懐かしい。これ違う、惜しい、まず惜しい。 B ファイター、 B ファイターアカウントってやつ。勢いがあるっつってから、勢いがあるから上でしょ。上そう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 。恐竜じゃ、恐竜じゃじゃない、アギトが出てるじゃないですか。仮面ライダーアギト。おお、アギト、仮面ライダーアギト。なんでここに目がいかないんですか。俺20周年じゃない、もうこれ20年も経ったの、アギトから。いや、撮ってます撮ってます。え、嘘だ。撮ってます撮ってます。だって平成ライダー始まって何年ですか。2000年から見てますよね。2001年か。確かに CSM が発売されるんですよ、10月に。あー、ベルト、はい、大人用の変身ライダーベルトが結構話題性あるんじゃないですか。いや、でも僕第一印象、すごい悪い族なんですよ。あいつやべえやつだろみたいな感じで思われるんですよ。髪の毛明るいしそうですね、なんかこういう感じだからね、はいはい、でもカシューさんってめちゃくちゃなんかこう印象いいじゃないですか。印象いいですね。なんか絵に描いたような素敵な人じゃないですか。爽やか正統派イケメンみたいな。いいかもしれない。 いいかもしれないですね。だってそこの比較するとなんかマーさんが失礼になっちゃったなと。平成ライダーはくるかかるんですけど、まあ白倉さんプロデューサーが作り始めたのがこのアギトからこうやって続いていく、あ、そうなの。フォーマットが決まる前の感じだったと思うんですけど、はい、ちょっと聞いてみたいね、はい、映画とかで一緒だったじゃないですか、はい、あ、なんか繋がってませんか。繋がってませんそこからですね、じゃあ、特別ゲスト歌手としきさんです。よろしくお願いします。お願いします。はじめましてっていうのはふさわしくないと思うんですけれどもいや、でもはじめましてなんですよね。はじめましてですよね。はじめましてなんですよ、はい、うん、オールライダー対大ショッカーという映画の作品で出ていただいたと思うんですよ、はいはい、そうですね。もう一言だけでしたけどね。何でしたっけ。つかさこれからが君の冒険の始まりだ始まりだみたいな、あれでね、ちょっとね、まあ、共演という形にはなってるけど、会ってないので、ぶっちゃけ現場で会ってないですからね。本編で会ったことになってるみたいな。ジオウも出られてましたよね。はいはい、ジオウの時もなんかすれ違いでしたよね。でしたよね、現場すれ違いみたいな感じでしたね、はい、完全にだから僕はもう通りすがりでした本当通りがかり、通りすがりみたいな。井上のマー君と会って話したいなっていうのはあったんですけど、なんか共通の友達とかはいい話は聞いてるんだけど全然会えないんだよなみたいな話をしてて、そうですね、なんか仮面ライダー界隈とか特撮界隈って、みんな繋がってるじゃないですか、知らないけど横にはね、よくわからない繋がりありますよね。あれ横には繋がるんだよね。そうですよ、それで唯一やっぱり歌手さんとだけずっと会わなかったですもんねいや、そうですよね。そうですね、庄司と司がね。ああ、そうですね。いや、なんか嬉しいですね庄司と司。僕自身も仮面ライダークーガーもアギトも小さい頃、まあ、見てたんですけども、ちょっとね、クーガーもアギトも怖かったんですよ。ああ、なんか話がね、話が怖いし、なんか暗い中で戦ってるっていうイメージが強くて、
怖くて見れなかったんですよ。だから龍騎からなんか昼間戦ってるイメージになったんで、あーなるほど、それでなんか見れるようになったっていう世代なんですよ。牙まで普通にこう一般人でこうテレビつけてこう見てたんですよ、仮面ライダー、うん、あー今仮面ライダーってこうなってるんだ、次の仮面ライダー誰なんだろうなーとか思ってたら僕だったみたいな感じでディケードやってたんですよ。すごいよね、でもね、ディケードってあの時までの平成ライダーの集大成だからね、はい、そうですね。正直これ僕ずっと気になってたことあるんですけど、うん、まあ、角谷司としてはもうふてぶてしく共演した仮面ライダーさんとかにパッて変身しちゃうんですけど、自分のやった仮面ライダー1年間やられてるわけじゃないですか、どんな気持ちなんですか。いやでもね、僕はだからアギトになっちゃうわけじゃないですか。いやなんかだから逆に嫌な気持ちはなくて、マジっすか、僕はなんかね羨ましかったんですよね。羨ましい、なんかいろんなことできるってすごいいいなと思って、アギトにもなれるし、リュウキにもなれるし、はい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 、ファイザーにもなれるし、ないものねだりかもしれないんだけど、はい、アギトからやっぱどんどん変わっていって、はいはいはい、でアギトにはない他のライダーの部分とかを見ると、なんかああいう感じのことやってみたかったなとか、もっとなんかチャラチャラしてるような感じとかアギトで結構武道みたいな感じの、はいはいはい、はい、なんかそうですね、そう生と道みたいな感じの動きだったから、なんかそうじゃなくて変身後にセリフとか喋ってんのすごいなんかいいな、楽しそうだなと思って。変身後にセリフあんまなかったんですか。なんもうはとかふーとかしかくれない。アギトってそうなんですか。マナちゃんぐらいがちょっとあったかな。ペラペラ喋りますよ変身前は翔一ああいうキャラクターなんだけど、変身後は全然キャラクターが変わるみたいな感じにはなってたんで、変身後もなんかそのままのキャラクターが貫かれてる感じはなんか楽しそうだなっていう、ちょっと羨ましいなっていう目線で見てた。あのベルトあるじゃないですか、はいはいはい、あのベルトって外付けハードディスクみたいにこうつけてベルトがあるから変身できるんですか、それとも鍛えないと変身。もうそうだな、そうですよね、 そうなの、そこがもう違うね、全然違いますよね。藤岡弘さんもそうですし、己の体内からこうパワーがみなぎってくるみたいな感じの、その変身っていうのにかける思いが違うじゃないですか。それはなかったから逆に羨ましいみたいな。羨ましいです。その平成初期の仮面ライダーっていうのがどういう現場の雰囲気だったのかなっていうのは少し聞いてみたいんですけど、僕の仮面ライダーの現場の印象はもう何年も何年もやってるから、スタッフさんたちもやること分かってて、僕の負担っていうのはすごく少ない、幸せな現場だなっていう印象が。そうですか。まず変身してこうスーツの状態で高岩さんが芝居してくれながらあのアクションしてくれるんですよ。僕その間バスの中でこう寝てるんですよ寝れるじゃないですか、我慢やな、ね、でこうディケイドでこう戦ってて、で戦っててピンチになったらディケイドアギトとかディケイド流儀の状態からディケイドに戻るだけなんで、うんうん、僕に戻ることがあまりないんですよ。なるほど。アクションとかも結構やられたんですか。最初の方はちょろっとあったんだけど、はい、やっぱり途中からもう結構時間もかかるし、まあそうですよね、アクションは調子になってただろうから、なんかもう生身のアクションも捨てずに、うん、もうバイクに乗りながら現場着く前にも変身したりとかでしてたんで、後半になればなるほどタイトになりますからね、スケジュールが。あの時代ってまだ次の仮面ライダーをやる予定はなかったですよね。アギットで最後っていう気持ちで多分みんな作ってて、はい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 、で映画をまず初めてやったんだね、はい、並行で撮影をして、本編と映画の撮影が分かれて撮影してたから、スケジュールはもう全部繋がってるような状態で、もうどっちの現場かよく分からないぐらいで、だから本編の方終わったらじゃあ、ね、映画の現場行って、はいはいはい、逆の映画撮ってた人たちがまた本編の方戻ってきてみたいな、グリングリンに台本覚える時間とかないんじゃない。台本とかよく覚えてたよなっていう。だからそれこそ本当に竹山さんたちが戦ってる時間に多分台本の次の覚えてとかっていうのを多分ロケバスで覚えてたんじゃないのかな。で僕らの時って視聴率がすごい良くて、はいはいはい、ゴールデンで1時間やったの、1時間のスペシャル番組、すごい、はい、初めて最小本チャイニングホームに変身するのが、はい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 、1時間のゴールデンタイムで、それもあったからスタッフさんの余裕もそれからなかっただろうし、あの時代自分も初めての現場だったから、はいはいはい、本当に初めてお芝居するのも初めてだったから、デビュー作でどれが大変なのかも分かんない状況でやってたんで、もう無我夢中ではあったから、なんかまあ眠いなとかっていうのはあったけど、それ以外は別に楽しかったかな。他の現場を味わってから、ああ仮面ライダーってやっぱ大変だったなって後からじわじわときたから毎日撮影はありますからね。朝何時仕事でした。朝も大体だから4時ぐらいに大泉、4時4時5時ぐらいに大泉とか、現場についてもうセットとかあの照明とかも組んでんだけど、
日が出るのを待ってるとかわけのわからない街があった張り切りすぎでしょって日の出待ちってどういうことみたいなあの時こう仮面ライダーというものをやめると思って作ってるからっていうのはちょっとあったか熱もすごかったじゃないですか、スタッフさんの。あの時のスタッフさんたちはもう本当にみんなこれで最後になるかもしれないから思いっきり面白いものを作ってやろうっていう多分意気込みが一人ずつ多分あったと思うんですよね。ちょうど20年経つけど、うん、まあ、20年経ってもいまだになんかアギトっていうのを愛してくれてるのを感じるとはなんか本当にありがたいな。20年経ってもこうオンエアされるってすごいですよね。この YouTube とか僕も最近感じるんですけど、こう仮面ライダーやってて、まあ、向こう 2,3 年ぐらいは小さい子からあ、司だとか庄司だとか言ってこう言われると思うんですけど、あるところからちょっと言われなくなってくるんですよ。テレビの放送時期も終わって言われなくなったなーっていうのが続いたんですけど、インターネットの普及でまた一から小さい子たちが見れるようになって、また言われるようになった、うんうん、これも全然世代じゃない今の子供たちが振り返って見れるし、で、ね、YouTube でも今やってるしっていうので、アギトを知って、はい、アギトのアギトだーってちょいちだーって言ってくれる人もいれば、別の現場とかでも、はい、ちょうど子供の時リアルタイムで見てた人が今本当にスタッフさんで入ってもう思いっきり世代なんですっていう子たちと今仕事をしてるのを見るのなんか感慨深いなみたいな。そうですよね。アギトのその後の話やりたいなとかっていうのは思ったりするんですか？あるある。なんかねすごいその気持ちは強くなってきたのかな、30過ぎぐらいから。だからアギトは10年経って、それでもやっぱりアギトのお兄ちゃんって言われたり、うん、でやっぱりなんかその仮面ライダーってものが自分がアギトだったっていうものがどういうことだったのか、その役者としてもだけど、はいはい、どういうことだったのかっていうのをもう一度ちゃんと振り返ってで感じると、やっぱすごいことだったんだなって。で、はいはい、あのもうヒーローになれたっていうのは、うん、ね、誰もができないしっていうことを考えると、あ、なんかこれは本当ありがたいし、逆にで今20年経った時のあのやっぱり今でもこうやってアギトを愛してくれる人たちになんか逆に僕は恩返ししたいなと思ってて、はい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 、なんかできることがあったらやりたいっていう気持ちが今結構マックスぐらいになってるので、なんかアギト関連のものがあれ本当にあれば、いや、それはやりたいですよね、今後の話でね。そうですよね、やっぱりアギトがいいですよね。今日呼んだ理由なんですよ。アギトじゃないんですけど、アギトじゃないピンクの特撮プロジェクトみたいなのをちょっとやろうと思ってまして、うんうんうん、で、まあ、仮面ライダーすごくお世話になったし、ガロっていう作品の歌も特撮界隈ですごくお世話になったなと思ってて、なんか特撮をちょっと作り出したんやって思ったんですよ。おうおうおう、新しい役者をやってた意味としてもやっぱ作りたいし、なんかまあ 僕なりの恩返しみたいな。ゼータとピンクの違い分かりますよ。あ、それはなんかね、リセットされてますよね。あ、分かります。あ、よかったです。おー、布教活動がここまで。そう、それはすごい分かるんだけど、はい、ピンクの特撮って、ザイナピンクって出たから、はい、あ、マゼンタじゃないんだ。いや、違います、違います。仮面ライダーと全く違う特撮を作るぞという意気込みを込めて、ピンク色のヒーローをちょっと作りたいっていうのが、まあ、僕は思ってまして、はいはいはい、で、スタッフさんたち結構集まってきたんですよ。うん。監督決まりました。はいはい。脚本家も決まりました、はいはい、ね、いろんな各スタッフが今徐々に決まってる中で僕気づいたんですよ、うん、キャスト一人も決めてないなだから脚本家の人も困ってるんですよ、一人しかいないんだ今想像できる人想像できる人仮面ライダー20周年じゃないですかということで、はいはいはい、今最も熱い男歌手としきさんがいいんじゃないか、僕と全く似たような人いてもつまんないじゃないですか、うん、だから結構その僕と離れた感じのイメージの人がいいなっていうので、うん、まあ、僕お会いして今日初めて話しましたけれども、はい、なんて第一印象がよくなんて丁寧でなんていい人なんだっていう大先輩である、歌手さんがこの作品に出ていただけたらいいなとお呼びさせていただいた次第でございます。そういうことなんですね。はい、なので、まあ、担当直に言いますと、うん、僕と一緒に出ていただけないでしょうか。なるほどね。その新しい特撮というものをすごい賛同はするんですよ。はい。けど、ありがとうございます。ちょっと引っかかることがあって、はい、何でしょう。やっぱディケイドの中でアギトに乗っかったりとかしてましたね。ああ、
こうちょっとくすぐったやつをつってこうやってやって、ね、それがちょっとやっぱ引っかかりが目に合ってるなんかそれがやっぱりね先ほどラギトになるのは全然構わないいやいやそれは羨ましいなと思ったし、はいはい、いいなと思ったんだけど、うん、まあ踏んづけちゃいかんわあなるほどそこかそこかこの動画の未公開映像はメンバーシップ銀会にて公開金会員では月1で限定生放送もやってるのでよかったらぜひ入ってみてくださいまた別動画もよかったら見てねチャンネル登録を忘れなく次の動画でまた会いましょう